ノコを折り込み式にすることで、いつでもどこででも釘袋、携帯ケースから瞬時に取り出して使える、今までにない新しい折り込み式大工ノコが誕生しました。今までの大工ノコはまっすぐな柄で折りたたむことができないために、釘袋に入れて携帯することができませんでしたが、新製品ウッドボーイは伸ばせば今までの大工ノコそのままで、折りたためばコンパクトに釘袋に携帯できます。いつも体につけて必要な時にすぐに取り出して使えるところが、今までの大工ノコと革命的に違うところです。ワンタッチでノコ刃が開閉できるウッドボーイは、ゴムボーイで鍛えたシルキーならではの使いやすさを備えました。ウッドボーイは大工ノコをさらに革命的に進化させて、今まで大工ノコは携帯しにくいというお困りの声にお答えいたしました。昔造作の場合はノコといえば手引きノコ以外にはありませんでした。大工様にとって手引きノコはどこに行くときも手放せない道具の一つで、金槌と刺し金と一緒に携帯していました。現在はスライド丸ノコが定位置に設置され、多くの切断作業はスライド丸ノコを使って行われるようになりました。造作仕事が電動のスライド丸ノコでできるようになったことで、逆にまっすぐな長江ノコを持ち歩くのが大変煩わしくなり、ほとんどの大工さんが作業現場のあちこちにノコを放置されていて、必要な時にわざわざ取りに行っておられる状況です。手引きノコを使わなければならない場面はたくさんあります。今でも手引きノコは造作にはなくてはならない道具に変わりはないのです。わざわざ離れた場所にあるノコを取りに行くということは、忙しい大工さんにとって大変な作業のロスになります。いつもノコギリを携帯できさえすればこんな無駄もないのにとご不満に思われているのではないでしょうか。これやったらもうそのずっと釘袋にさえ入れておけばすぐ使えるいう状態なんで、便利だと思います。建前寺の屋根じまいでは、屋根の急斜面にノコを置く場所はどこにもありません。そこで足場の上や庇の上に置かれているのが実情です。いざノコが必要になると、危険な滑りやすい屋根の急斜面をわざわざ降りて取りに行かなければなりません。取りに行く手間というのはなくなり、大変便利になっております。ノコを使用している最中は背中のベルトに柄を差し込むという大変危険な使われ方をされています。こういうノコの使い方はノコ刃がむき出しになっているため、触れて怪我をすることもあり、滑りやすい屋根の上で転倒した場合大変危険です。落としても傷がいかないよね。コンパクトになって運びやすいし、そういうところもいいと思いますね。ウッドボーイは折り込み式にすることで、釘袋からさっと取り出してすぐ使えるため、わざわざ取りに行かなくてもよくなり、また背中に刺して使うという危険性もなくなりました。抜き入れ作業、打ち乗り作業はまだ床も張られていない柱と脚立だけが頼りの危険な作業です。片手を柱につかまりながら慌ただしく作業が進められていきます。いつでも必要な時に取り出して切り、使い終われば釘袋やケースにさっとしまえ、軽快かつ安全に作業を行うことができます。もう上から落ちたりとかそういう心配もないん で使う時にもうすぐ使えるいう感じで、建前とか外壁工事とか、そういうところに一番使いやすいんじゃないですか、ね、ウッドボーイは携帯に大変便利な折り込みノコとして、今までの問題点を大きく改善した新しいノコです。シタン、黒タンなどの硬い木を切っても刃が開かず切り込んでいけます。また切り口が大変きれいであるのも
このノコの大きな特徴です。2枚重ねで8センチにもなるネオマフォームがこのように驚くほどの速さで切断ができるのも今までにないノコとしての大きな特徴です。打ち込んだダボを切り落とすのにアサリがないことで柱や床に沿わせて切るだけで傷がつかないばかりか切りっぱなしでカンナをかけた切り口のように仕上がります。これやったらもうここ進みますけど、こういうことによってこう壁面手すらんで痛い目線でもいいと思います。床の下地でもこのまま切れば床でここ進みますけど、この状態であれば手が上がりますので切るときでも怪我しない。うめきなんかの面で切るときなんかにはもう、ね、アサリがないんでその辺がすごく便利だと思いますけど、アサリがないために切り口は胴付き仕上げの加工面となります。また定規に合わせて切るだけで突き合わせが楽に正確に、しかもカンナをかけた切り口のように仕上がります。まあ、カッターナイフ2枚入れるような感じで切れるんで切り口なんかは綺麗だと思います。たくさんの道具を持たれる大工様にできるだけ体に負担にならないように重さは従来の木絵の大工のことほとんど変わらない軽量アルミ合金を採用しました。冬は手が乾燥し木絵のノコの絵は滑りやすくなります。夏場でも造作作業では白木を扱う場合汗により柱や板にシミをつけないために手袋を履かなければなりません。造作になると夏冬なしに手袋履いてその気を保護するために手垢をつかないために手袋履きますので、これらの手の滑りをゴムグリップにより一切なくしました。折りたたんでいるノコが簡単に開いてしまわないように開き止めの機構を設けています。シルキーオリジナル目立て未来目により縦横斜めの切断がスムーズに行われ、無垢材の縦切りはもちろん繊維の合わさった修正材や合板などの切断も楽に行えるようになりました。簡単に取り外せて、しかも柔らかくフレキシブルなゴム成形により違和感を感じることなく携帯していただけます。折り込みの子を簡単に取り出せ、しかも落下を防止するために釘袋にノコだけを分離して装着できるようにしました。このようにベルトに装着できると同時に釣り金具を外せば簡単に釘袋にも取り付けられるという2つの機能を持ったケースボーイ505として生まれました。釘袋に取り付けるにはまずバックルを外しゴムケースを当てクリップを挟むだけで装着完了です。今までにない折り込み式大工の子ウッドボーイ、それは事前に大工様と共同開発することで大工の子として最高レベルの切れ味や品質を実現するだけでなく、いつでも必要な時にお使いいただけるよう携帯性を最優先することでウッドボーイが秘める新しいご使用場所やご使用時の意外な便利性をより多くの大工様がご理解されることでしょう。2004年秋シルキーウッドボーイによる大工の子革命が始まろうとしています。